にちは、池田しおりです。今日はリクエストいただいていた、すごく形が綺麗に見えるポニーテールのやり方をご紹介していきたいと思います。バランスだったりとかで、すごいおしゃれに見えると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。ストレートアイロンを使います。全体を外羽に巻いていきます。だいたい毛束はこのぐらい取り、毛先を外に巻きます。同じようにもう一束髪の毛を取り、外巻きに巻いていきます。これを全体的にやっていきます。こんな感じでカールがついていれば OK です。ベイビーヘアオイルを使います。3滴出します。全体にしっかりオイルをなじませます。おくれ毛をこのぐらい下ろします。トップの割れ目をなくすように上から手ぐしでなじませます。今日は後頭部の位置でまとめたいので、まず少し上の位置でまとめます。一度ねじって髪の毛を上に持ってくると少し高さが出てくれます。ゴムで結ぶ前にトップの部分をボリュームを出します。ゴムで結びます。ポニーテールの下の髪の毛をこのぐらい引き出してゴムに向かって2回巻きつけます。巻きつけた髪の毛をポニーテールと一緒に結びます。その時にゴムの少し下の位置で結びます。少し髪の毛を引き出します。おくれ毛を外巻きに巻きます。こんな感じで仕上がりました。今日は4つのポイント、トップの高さを出すこと、外巻きにおくれ毛を巻くこと、毛先も外羽に巻くこと、ゴム隠しをすることです。よかったらぜひ参考にしてみてください。さよなら。